2010年のドラフト会議、この年の注目は早稲田大学の大石達也氏、同じく早稲田でハンカチ王子の名で知られる斎藤佑樹氏、この2人だったでしょう。大石氏に6球団が指名し、斎藤氏に4球団が指名し、抽選の結果、西武が大石氏を、日ハムが斎藤氏を引き当てました。そんなドラフト会議でもう一人早稲田大の選手がドラフト1巡目で指名されました。その選手は福井優也選手です。2010年のドラフト会議にて広島から単独で1位指名を受け、契約金1億円、年俸1500万円という条件で入団しました。なんとこの年、早稲田大学から3人もの選手がドラフト1巡目指名を受けるという NPB のドラフト会議史上初の出来事が起きたのでした。大石氏は2019年に戦力外通告を受けたことを機に現役引退を表明し、斎藤氏は2021年に現役引退を表明。これにより今も現役でプレーしているのは福井選手のみとなりました。そんな福井選手ももしかしたら今季限りで戦力外通告を受けるかもしれません。そこで今回は福井選手の戦力外の可能性について見ていきます。福井選手はルーキーイヤーから規定投球回に到達し、8勝を挙げる活躍を見せています。その後は思うような成績を残せず負け越すシーズンが続きましたが、2015年は規定投球回未達ながら9勝6敗、防御率 3.56 と復調を感じさせました。しかし2016年から再び成績が悪化すると、2018年11月29日に菊池康則選手とのトレードにより楽天に所属することになりました。移籍初年度の2019年は開幕から一軍の先発ローテの一角を担うと、4月10日の対西武戦で移籍後初勝利を挙げました。一軍公式戦での勝利は広島時代の2017年4月26日の対巨人戦以来714日ぶりでした。5月までに西武から3勝を挙げる活躍でチームの春先の快進撃に貢献しました。5月20日以降、1軍から遠ざかっていましたが、9月21日の西武戦でショートスターターとして3回1安打無失点と好投し、チームの勝利と CS 進出に貢献しました。2019年は8試合の登板で3勝1敗、防御率 5.18 という結果に終わり、契約更改交渉で200万円減の2300万円でサインしました。2020年は7試合の登板で0勝4敗、防御率 5.46 と、2018年以来2シーズンぶりに未勝利でシーズンを終えました。11月28日の契約更改交渉で、300万円減の2000万円でサインしました。契約更改交渉後の会見で、開幕ローテとは言わないがローテーションに入っていけるように一からやり直したいと巻き返しを誓ったのでした。2021年は6月18日に一軍に昇格、先発ではなくリリーフとしての役割を担うと、同日の試合で2回を投げ1安打無失点と好投を見せました。最終的にこの年は19試合の登板で防御率 4.43 を記録しました。今シーズンの福井選手の成績ですが、1軍公式戦には11試合に登板し、0勝0敗1ホールド、0セーブ、防御率 4.09、ウィップ 1.64 でした。ウィップは、1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値のことです。ウィップは 1.00 だと最もいいとされ、1.60 だと非常に悪いとされています。ただし、ウィップには野手の守備範囲に影響されるだったり、長打が考慮されないといった問題点があります。そのため、ウィップは投手の能力を評価するのに適切ではないという見方があり、あくまでも1投球回あたり何人の走者を出したかということで、参考程度にすべきだと言えるでしょう。ただ、単純にこの基準に当てはめると、1.64 なので非常に悪いということはわかりますね。一方、ファーム公式戦は19試合で1勝1敗1セーブ、防御率 1.45、ウィップ 1.34 となっています。ファーム公式戦ではホールドは導入されていないようなので、成績に反映されていません。ファーム公式戦では好成績を上げていますが、1軍公式戦だと防御率4点台とよくありません。プロ野球の世界は1軍での結果が全てで、
いくら2軍で活躍しようとも、1軍で結果を出せなければ戦力外は避けられません。現在34歳とプロ野球選手としては決して若くないことと、防御率4点から5点台と悪いことから、今季限りで戦力外となるかもしれません。この動画が良ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。